皆さんどうもこんにちは、あやおです。ということで、ただいまね、ちょっと夜中、真夜中での撮影となりますので、一個ね、ちょっとマイク近めにね、やっていこうかなと思います。今回はですね、星4の村食いに進むための緊急クエストからまずやっていきますよ。寒っ。お、まさに雪の中の百獣の王だな。わあ、こんな方向だったな確か。いやー、これちょっと弓大丈夫かな。めっちゃ強そうだよ。よし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 、しっかりとまずは毒にさせます。俺の経験なんで、結構ね、セカンド G の毒は、結構いいダメージを与えてくれる、ダメージソース。ダメージマヨネーズな気がするから、そんな気がするぜ。まずは、ちょっと、確か、そのさ、ブレスで確かに、あれだわ。そんな攻撃あって。やめて。ごめん。確かにそういう下氷剤確か必要だ。思い出した。痛い。砕けた雪が当たっただけでこんなに食らった。あ、出た。それ強いよね。うん、わかるよ。ちょっとブランコ掃除する最初。4匹ぐらいいるよ。処す、まず。ちょっとまずそれはドットブランコを毒にしてから処そう。また毒なの？毒耐性高い？もしかして。俺が攻撃全然当てられてないみたいな。毒ってる？毒ってないんだけど。マジで。エリアイドしたらマジで俺許さない。いやー、エリアイドかよー。せっかくここの子分ぶっ殺したのにエリアイドかー。ここに子分どもはいない。お前と俺の一騎打ちだな。でもなんか生えてきそうだな。よいしょ。うわ、よいしょ、当たった。生えてくる方向したら、わ、生えてきた、ほら。行くぜ、兄貴っつって。そんな感じでね、生えてくるから、まあ、しょうがない。クリティカル距離で当てたいよ。ああ、今日、激ビ。当てたかった。よーし、いいね。気持ちいいね。あ、もうだ。下手くそか、俺は本当に。はっ、よーし。これなんだよな、弓はこう。動いてるモンスターにも攻撃できる。それが弓なんです。弓だからできたこと。そう、ステップでさ、その、もう10分。経つんか？危ない。よし。うまくない？よし。さあ、これいつ飲むか。今でしょ。よし、ほら。当たるなよ。よーし。よしよし。いいよ、いいよ。猫ちゃん。猫を狙っとけ、お前は。ちょっと離れて。当たらんべ。それしかしなくなっちゃった。よし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 。よーし、うまい。これ、ね、もうちょっとこれ連射弓だったらな、これ連射強化ついてるからさ、連射弓だったらね、いいんだけどね。そろそろ麻痺出せる？麻痺持ってるよ。弱ってる。嘘。マジ？緊急クエスト、星4の緊急クエストだよ。これ寝ていいよ。おやすみ。あ、さすがに寝ねえか。そこまでバカじゃないか。よし。まあまあ、油断禁物だな。最後まで、ちゃんと、同じ立ち回りをしていれば、終わるはずだぜ。よし。いけ。イエス。やっぱ、火属性の弓、ヤング組一択だな。お前に任せてよかったよ。危ない。あ、振動。
さ、よし、痛そうだぜ。さ、お前の骨の髄まで燃やし尽くしてやる。死ね、何？いや、瓶なく、攻撃の瓶がなくなっちゃった。結局こいつ毒なかったね。毒ってたのか、短かっただけで。こうなるとね、ちょっとダメージが弱いから、そしていく。オッケー。これ11分でぶっ潰しました。え、めちゃくちゃ立ち回り、俺あれだよ、もうビビってたからね。相当ビビりながらやってたから。いや、よかったね。氷姫がまた強くなる。そしてあの男、鬼舞辻ラージャンに届く時がやってくる。行くぜ。このまま俺はラージャンを、ラージャンを倒す物語だからね、モンスターハンターって。うわ、いろんな人が喋りたがってる。何これ。水光原種。あれよりいい原種が手に入ってんだよ。幼少原種、マジで。え、見切りのスキルとかマジ？装填速度。セカンド G にもあんのか。猛攻種。何、猛攻種って。あー、ニスロで攻撃力アップする。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、はい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 。ああ、いいね。すごくいい。まあ、こういうのもね。あ、通常弾強化とか、三段強化とか発動できるの？マジで？三段強化のこれ、装備作れるわ。幼少原種。魚竜の牙めちゃくちゃ集めれば、もう、簡単にできる。これでヤンクック、弓のね、さらに強化できるわ。いやー、ちょっと、普通にさ、2023年俺、セカンド G にドハマりしてるんだけど普通にドハマりしてる。めちゃくちゃ楽しいわ。よーし、お前出てこいや。あ、来ちゃった、来ちゃった。うわ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 、ちょっと。緑緑。え、早い早い。え、怒ってない？皆さん、こいつが、あのトトスアシュですこいつね、星3クエストで、いや俺ドドブランコが終わった後にね、星3クエストを見返したらこいつがいて、すっかり忘れてた。こんなんさ、星3だと思わねえじゃん。ドドブランコより弱いの？そんなわけないでしょ。だってこいつ絶対強いってドドブランコより。うわ、ママトトスだわ、マジで。これママトス、ちょ、ほんと怖いよ。なんか、動きめちゃくちゃ荒くない？ってか、俺まだ、音爆弾、しか、撃ってあるの、怒るの早いんだけど、めっちゃ。痛いなぁ、これ。いや、マジ、ランスで行きたい、ほんとに、これ。ランスだったらね、お腹、こうチクチクね、狙いながら、できるけどね。いや、怖い、これマジで。めちゃくちゃすぐ死んでくれるんだろうな、もちろん。うわうわ、ちょっと待って、強すぎる強すぎる。待って待って、こいつ絶対星さんじゃないわ。強すぎるわ。待ってこい。いや、早いってマジ。人飛びすぎでしょ、ちょっとマジでさ。いや、怖い怖い怖い。いや、痛い痛い痛い、絶対痛い。怖い、マジで。これ、マジで、毒々しいよね、色が。でもなんか、アマゾン川にいそうだな、こういう色の魚。ね。こういう色の、肉食魚、いそうだよね、アマゾン川に。確かに密林と合ってるわ。ただ、でかすぎる。マリミも。やばい。こいつマジで、ママトトス逆輸入しちゃった？もしかして。怖い怖い怖い、本当に。マジで怖い。ただすぐに毒になる、なるね。危ない。うわ、もう怖いわ、マジ。待って、俺、コンガとかマジ本当相手してるあれじゃないよ。ば、そんな暇ないよ。ランゴスタとか、コンガとかも相手してる暇ないからね、本当に。水ブレス。オッケーオッケーオッケー。水ブレス吐いてる時が一番の攻撃チャンス。よいしょ、まあ、やめて。いや、んー、よかったのか、助かったのか。
どっちなんだろう。よーし、オッケーオッケーオッケー。一応多分こいつ炎弱点だと思うから。いや、あれ危ないよ。ラングスター引きやがった。よしよしよし、一旦ね、一旦戻ろう、一旦戻ろう。で、またAI どうすんのこいつ、もしかして。嘘だろ。エリアイド早くね。いや、もう翻弄してくるわ。ハンターの心情ね、分かってますわ。よーしよしよし、焼こね、焼き魚にして持って帰ろう、ね、でばあちゃんに食べさせよう。マジでちょっと、マジで、いや体力の削りえぐいんだけど。まひらせる、一回一回まひらせるか。動きを止めよう。怖い、マジで怖い。あ、永遠の麻痺をこの手に。麻痺らせたぜ。麻痺かっこ永遠かっことは。よーし。いやー、にしても変な色してんなこいつ本当に。いやー、アッシュ好きだねアッシュ好きですね。これがまたいいんですよ。ムービーある。怖い怖い、こいつは怖いよ。いやー、大嫌いなんだけど大好きなんだよな。こいつの BGM 俺好きなんだよな。アイスボン無理か。こいつに関してはアイスボン無理か。全然動き違うからね。アイスボンは結構魔改造されたけど、これ毒らない、毒らない。でこいつ水属性が弱点なんだけど、ないから氷属性でいいっすか。自分属性あるだけマシだよな。当てた、このゴワーン、このゴワーン。よし、こいつ、あ、くちばしめちゃくちゃ肉質柔らかいから、しっかりと潰して破壊して。よし、こ、いや翼はダメだ。つ、あ、怖い怖い。マジこいつ攻撃力半端ないのに、なんで俺スタミナ脳筋、脳筋し、脳筋なんだよ。なんでスタミナ脳筋なんだよ。いいね。あ、待って、頼むから、ちょっと爆弾を投げるのだけは。まあ別にいいか。いや怖い怖い怖い。よし、しっかりと翼狙って走ったか。よしよしよし。いや、すごいこいつ、すごいよ。よしよしよし、よーし、いいね、いいね。翼にちゃんと、翼ジャンプさんのくちばし ちゃんと狙って。多分本当に怒ったら多分こいつもやばいだろうね、動きのスピードとか。よしよしよし、早くしばし破壊していくと。あっ、キョキョキョ、氷属性でも結構通用するな。こいつくちばしマジで柔らかいからね。こいつにこそ爆雷神をねぶち当てて。うーわ、ちょっとやら、ちょっとこいつダメージ高すぎない。こいつの炎ブレス怖い。なに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 それ、なにそれ、なにそれ。ああ、まあ、来るよ。いけ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 。離れて。何？怒ってるのに？あ、やばいやばいやばい。危な。熱いや。バカバカ死んじゃう死んじゃう、危ない。ちょっと回復したいよ。あ、怖い怖い怖い。いやー、よかったよかった、よし。え、全然麻痺ない。こいつ麻痺、麻痺耐性もしかしてちょっと高い。
麻痺耐性ちょっと高い感じ。よしよしよし、やっと麻痺った、やっと麻痺った。マジでこっち来んなよお前、本当にマジ邪魔すんなって。これがさ気持ちいいじゃん、お前も見てて気持ちいいだろ。あ、こった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 、炎ブレス一発で死ぬからね、気をつけな。そういえばこいつ尻尾に水結構通るみたいなね、そんな感じのあれもあったよな確か。ギルクエの教訓とやらがねまだ覚えてるんだよ。今の一発で終わってたのに、ほらね、ほらね。強いねすいません、お前ちょっと消え去れよお前は本当に。よし、これで俺剥ぎ取れるわ。ヤンガルルガの弓あったよね、なんか弓っていう名前の弓あったよね、ヤンガルルガ。それもね作っていきたいなと思いますね。まあちょっとやっぱヤンガルルガにはあれだな、水属性の弓だな。うん、水属性の弓でヤンガルルガのねくちばし尻尾攻撃してるとき一番好き、うん、弓水属性くちばし尻尾あやを好き。いやー、まぁ、あ、こんな感じでね、セカノジ、どんどん攻略していこうかなと思います。まぁ、あ、星をね、まだ、ヤンガルルガしか倒してないから、次回もね、星4クエストしっかりとね、攻略していこうかと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あやうでした。またねー。バイバーイ。